どうも、弱者男性です。東京オリンピックどうなるのでしょうか。今回は今まで、YouTube チャンネルでは話題にはしてこなかったんですけど、東京オリンピックに関して考えていこうかと思います。そうですね、まず東京オリンピックを開催するか否かというどうでもいいがあると思うんですが、まず私はオリンピックがいかなるものなのか、腕組んで偉そう、オリンピック精神とはどのようなものなのか、考えがどうでもいい、そのことを考えないといけないのじゃないかと思いました。そうですね、私はちょっと何言ってるかわからへんな。オリンピックに詳しくありませんので、まずオリンピック精神というのは何なのかということを、まあ何て言いますか、考えた方がいいんじゃないかなと思って、まあ最近はインターネット社会ですので、検索すれば、まず検索すれば、全然わからない精神というのがどういうものかというのはわかるとは思うんですが、ではそこで検索するか否かというのを考えました。何日ぐらいですかね。検索するべきか検索すべきではないのか、検索してしまえばすぐに答えは出るのだと思います。ちょっと何を言ってるのか全然わからない。これはちょっと、いや検索したらええかな、なんて言っていいのかわからないんですけど、検索いちいち間ためのちょっとしない方がいいんじゃないかなと思うところもあったわけです。いやだからその間がムカつく。社会というのは検索すればすぐに答えがわかります。検索したらええがで、オリンピック精神というものは何なのか、オリンピック東京オリンピックに関して考えるために、オリンピック精神を知るために、オリンピック精神とかどうでもいいから検索したらええんちゃうが、ここは検索しない方がいいんじゃないかとやっぱり思いまして、何で悩んでんの、今動画を撮っているわけですけど、オリンピック精神という、いや検索したらええんやってたから、まだ検索しておりません。いや、検索してから動画撮れ。これは何て言いますか、オリンピック精神という言葉をなぜ、Google の検索ウィンドウに入力することができないのか、そのようなことを考え続けたまま今回動画を撮影するに至ったわけであります。検索せえて、オリンピック精神に関して検索するかすべきなのか、その答えは結局検索せえへんの、決まりつつあろうかと思っております。検索したらええねん。私はオリンピック精神に関して検索いたしません。ちょっと何言ってか全然わからない。それではまたお会いしましょう。さようならさようならさようなら。せえへんのかい。いや終わったし。